さんから荷物が届きました。ありがとうございます。私は知ってるよ。なんだ、連絡してたから。あ、そう、じゃーん。おー、すげー、すげー、玉ねぎです。しかも10キロ。10キロも。玉ねぎ10キロだよ。すごいね、これ。すごいよ。それはね、エビイモっていうもので、そう、初めて西園寺さんも今回育てて、そう、育ててみて、うん、形がなんか不思議な感じがする。美味しいだよね。そう、ホクホクで美味しいっていう。エビイモです。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。こっちしっかり固めてからこっちだよね。そうですね。力か。石たくさん詰めたから全然飛ばないですね。昨日雨で。ああ。冷たい。帰った？無理、帰りましたよ。だいぶ必要だと思いますよ。どこの辺まで固めます？そう、キョちゃんが今やってるぐらい。この辺りですか、うん、高さはそんな気にしない感じですか？高さはあっちに合わせなくていいですよね、うん、もう言えれば、うん、あっちは何とかしてまだいいか。まだこのつなぎ目とかですよね。うん、一旦こっちを下に行ってからだよね。こういうところ、もう全然動いちゃうから。行ってからだよね。これは使っちゃうか。うん、使っちゃっていいんじゃないですか。どうです？インクリに流して、細かい石とかこういうの。それがいいような気しますね。どこまで流さないとダメだよね、これ。すげえ。それでもまだ結構動きますからね。数日やってからにするか。うん。そうっすね。ここ石詰めておきます。ちょっと流れ出ない。できれば。せーの。これで来たと思うのか。あ、そうだ。だいぶ詰まってますね。コンパネで全部止まったんでしょうね。ブルワーズやったらみんなそっち行っちゃうかな。変なとこ飛びそうですね。
もうこの根っこも埋めちゃう感じですかね、うん、そのまま。漏れるかもしれないですけど、いいっすかね。今外すこと自体はできるんじゃないですか。外してこっちにしろ、ここにしろ。まあそれでもいいような気はしますけど。ここでだいぶ止まってくれてるもんね。ええ。そしたら外しちゃうか。もう簡単ねよ。うん、まあちょっと変なところもありますけど、まあ全然いいですよね。必要になったけど、やばくない？なんかこれで回路ってやっぱこっちやってたら慌てつ流すとかでやってく、うん、それくらいでいいかもしんないですね。ここやるってなると細かいの大量に必要になる。そうだね、こっちやってからにしようか。じゃあそうですね、うん、とりあえず軽く敷いて石巻いてきゃいいんですよね、うん、奥に詰めてからね。奥に詰めるのもなかなか大変です ね。伸ばしてもここが下がってっちゃうもんね、そっちからもなかなか取ってきづらいし、うん、それどうするんですか。もうこれ完全に出てますもんね。もうちょっと厚くやるしかないか。もうちょっと厚くやるしかないじゃないですか。石は入れなくて、いや周りにこのくらいの高さまで石入れちゃうしかないじゃないですか。そう、細かいのでも。そうだね、ダメだなこれ、バケツ2杯分必要だな。
大変だ、うん、どこの辺までこれはコンクリ敷けばいいんですかね。この辺りですか。そこもちょっとへこんじゃってるし、そうそう、ここまで本当に打ってあったんだこれ。なんかあったっぽいですよね。こんなもんすかね。バケツがね、これ一回そこに出しちゃっていいですか。こっちとこっちもダメです。そっちか。こんなもんすかね、今日は、うん、よいしょ。2杯でここ埋まったか、すごいね。ですね、だいぶ埋まりましたね。ピッピーなーに、パリ、待て出てきないからつまぶしにして。ありがとうございます。ありがとうございます。の量じゃ足りないです。冷蔵庫あったら冷蔵庫に出てきて。ありがとうございます。すいません、はい、昔は秋田県下してたから。あ、そうなんですか。なーにパーティー、おいで。ガス、ガスが、やったー、ありがとうございます。すいません、いや、どの缶かなと思って。これです、まったり。大丈夫ですよ。おそらく岩谷だもん。すごい。これはね、私の好きなお菓子です。大好き。ありがとうございます。おせんべい大好き。どうですか、あの映像と全く想像通り。全然まだ完成してない。なかなか行きませんよね。いや、私が言ってあげるよとか。もうね、もう絶対だ、もう眠たない。あら、全然お元気だね。声だけはね。なにあれ、なにあれ。あいであいであいで。あ、通り過ぎてた。通り過ぎた。じゃあこれでハイチーズよ。何でこうやって映ってる？映ってるかな。はい、チーズ。こんな感じで。ありがとうございました。よっしゃ。ありがとうございました。何、味付けは？もう本当に素朴な感じで醤油と出汁って感じ。エビ芋の風味を。うまっ。でしょ？うん。
なんか本当に料亭にさ、そう料亭とかでさ出そうなお芋だよね、うん、上品、うん、本当にうんま食べたと思えないぐらいの。すごいよねエビ芋って、うん、やってみたい。さよんじさんありがとうございました。大丈夫。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。